情報 FM 小座で。いつ聞くの？今でしょう。何聞くの？ FM 小座でしょう。あなたの心に夢と希望と愛を。76.1 でオンエア。はい、時刻は午後2時を回りました。未来効果ステーション始まります。はい、始まりました。未来効果ステーション。私マーキーです。ワンコです。シロです。アーナです。はい、今回はこの4人でお送りしたいと思います。わーパチパチ。やったよ、人数増えたよ。一応増えた増えた増えたね。1人増えた1人増えた。あ、そっか、先週はワンコたち3人だけだったの。そうだったね、うん、どうだい、話は盛り上がったのかい？盛り上がらないね。グダグダだったね。いつも以上にグダグダだったよ、あれは。グダグダでした。グダグダなのはいつものことでしょ。いつものことだよ。いつものことだね。さあ、というわけでこの未来効果ステーションではツイキャスの皆さんの投稿をね待ってるんですね。というわけでワンコお願いします。あ、待ってよ。はいはい。あ、うん、ツイキャスが勝手に終わってた。え、開始解消。わーお、なんかすごいね。事故かなこれ。事故だと思うな。開始すらできないんだけど。え、開始出てるよ。大丈夫よ。いいんじゃないこれ。大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫なんじゃない。大丈夫だと思うよ。いいんじゃないかな。よくわかんない。じゃあメールを読み上げます。はい、はい、メールアドレスだ。761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp です。はい、どんどん送ってきてください。話のネタを持ってきてください。はい。お願いします。ネタだね。さあ、あれだね、今回はね、はい、そろそろ新学期ということで、はい、なんか新しいコーナーでも始めたいって思いますよ。ちょっとしたコーナーを。コーナーですか。何かない？ありますか？なんかやりたいことないかい？やりたいこと、やりたいことというと、やりたいことはやりたいこと、やりたいことですよね。あなたがやりたいと思っていることがやりたいことです。ですよね。何？で、どうしたワンコ？ワンコどうした？ツイキャスが始まらないからどうしようかと。ツイキャス止まってんね。ちょっと待ってよ。止まってる。確認してみようね。あ、なんか始まってるようなことあるんだけどね。うん。勝手に終わってつかなくなった、うん、どうしよう。はい。大丈夫？じゃあ話つないどっか、マキちゃん。え？いや、今ワンコとシロは頑張ってるからさ。うん、わーい。頑張ってる。じゃあとりあえずランナさん、何かやりたいことあります？ん？やりたいこと、うん、そんなのあると思うのかい？わあ、ぶっちゃけたよこの人。いやね、あの中学校の時は放送部とか入って、あ、こういうの流したいとかこういうのやりたいとか夢持って入ったんだけどさ、別にそういうのできなかったし、できないって分かったから別にね、強いてまでやろうとは思わなくなっちゃったんだよね。今は夢持とう。とりあえず今は夢を持とう。そうなのか。そうだよ。どうしよう、ツイキャスが。ね、ツイキャスがオフラインになっちゃってるんですよね。なんかサーバーに設定。多分あの FM なんとかかんとかってあの、うん、ね、メールアドレスもね映ってないんだよね、うん、すいません。少々お待ちください。すごくすごいテンパっております。とりあえずなんかコメント送ってみようか。うん、コメント送ってみて。コメントをサーバーすら開けてない状態なんだけど。なんだと？サーバーに接続されできませんってなんか出てるわけ。なんだそりゃ。どうしようかこれは。うちらまだコンピューターで前回入って1年目だから、そんなパソコンに詳しいってわけでもないんだよね。どっちかっていうとパソコンの内部には詳しいよね。内部だけだ。ソフトだよね。ソフトだね。ソフト関係しかしてないよね。ちょっと待って。そう、それな。多分フリーズしてると思うから何も触らない状態でやった方がいいんじゃないかな。
うん、とりあえずあの素人ワンコさん何かやりたいことない？やりたいこと、うん、やりたいことか考えとく、うん、考えとく考えとくね、ツイキャスからコメントが来ております。はい、イブニングアビニューさんより、はい、おっと、ミラステツイキャスうまくついてくれない感じ？ついてくれません、すいません。ついてくれないね。どうして見れてる？あ、見れてる、そっち見れてる。いや、こっちは動画とかね、再生してないのよ。あ、コメントだけ、ね、コメントだけ。オフラインになっちゃってんだよね。マジか。うん、あ、ほんとだ。ワンコの顔でオフラインになっちゃってる。ほんとや。おぉ、なんてとこで止まった。いや、仕方ないじゃん、ワンコ一瞬目の前にいるんだから。多分ワンコが一瞬映ってて、その状態で切れちゃったから。ああ、ワンコが配信中ってやった瞬間に切れてるみたい。チーンチーンって。さあどうする、これ。さあどうしよう、誰かを呼ぶか。呼ぼうか。サファリ一回閉じた方がいいかな。でもこれ繋ぎ方わかる？わかんねえ。ね、ね、うん、ちょっと頭の中がごちゃごちゃしてまいりましたが、すいません、ツイキャスの方が今つかない状態ですね。ね、はい。で、やりたいことあるの？みんな止まらないで。お願い。シーンだった。放送事故だったから。あ、マキちゃん、BGM かけよ。あ、かける。かけてあげて。静かすぎるよ。探したいからつなげといて。あ、はいはい、はい。じゃあやりたいこと。はい、ラナ母さん。え、あなただよ、シロさん。何ですって？え、じゃあワンコに回す。え、バトンを回す。回す。やりたいこと。やりたいこと。はい、特に思いつかないな。なんなんだこのやる気のない集団は。もうちょい待っといた方がいいと思う。なんか、うん、中途半端の読み込みやってるね。すいませんね。HTML しかなってない状態のあれだな。今ラジオだけを聞いてる方にはわからないと思います。この場にいる人しかわかんない。そうですね。この場にいるけど俺もわからない。確かに見えないもんね。危険な情報で状況だよね。あと2分ぐらいで CM 入っちゃうよ。前半終わっちゃうよ。やばいの。危険だね。危険すぎる。開始早々、新学期の未来効果ステーションは波乱続きですな。波乱ですね。どうする、曲でも流しとくか。曲流せよ。流せよ。流してんだって今。嘘嘘。聞こえないよ。探してる。探してるんだよ。探してるのか。流してはないよ。流せ。流せよ。何か流して。え、なんか流せ。とりあえず流しちゃえ。うん、うん、オッケー、うん、ピコンピコンって音。出たの、そうか。あ、止まってた。やっぱ音がある方が安心するね。なんか流す言うたから持ってる曲でオープニング流したじゃないかも。いいじゃんか。いいんだよ、オープニングでも。オープニングでもいいのか。いいよいいよ。でもこれ永遠とループさせとくよ俺。あら、永遠にループっていうか、一回 CM に入るまでこれ流しとこよ。流しとけ。ちょうどいいんじゃない。どうしようか。中途半端だよ。なんかツイキャスがうまくついてくれないっていうね。半分だけ読み込んで止まってる。フリーズ状態ですね。フリーズってあれだよね、長い時は1時間ぐらいフリーズよね。この空気に耐えかねてついてたフリーズしたのかな。うちらの空気がフリーズするの構わないんだけど、パソコンの中のツイキャスがフリーズしてもらうとちょっと困るんだよね。困るね。困っちゃう。どうしよう。どうしよっか。パソコンさんが言うことを聞いてくれない。言うことを聞かないパソコンか。うちの学校の Mac みたいだな。ああ、え、そう、Windows さんもじゃないかな。Windows さんは結構俺に懐いてくれる。うん、立ち上がるのが遅いけど、うん、まあバグりはしないよね。基本バグりはしない。Mac起動しただけでフリーズした。そう。なあ、あったや。それあったや。逆に Mac さんに好かれてるんだけど。それはそれで、すごいかもしれない。壊したかと思った。あれビビったよな。シャットダウンもできないから。それおかしい。ソフトウェアの表示さえ出てこない、うん、あ、なんか隠れてるんじゃね。これが出てこない、この台みたいな。あー、あのなんかそろそろ CM 入りそう。30秒ぐらいかな。30秒くらいだね。あ、何もあの、うん、フェードアウトしてもいい感じ。いいのかな。いい。ダメだ。ここにいるメンバーがみんな首をかしげすぎてる。おお。
なんということだ。じゃあちょっとトラブルが発生してるってのもあるけど、ね、一旦ここで切りましょうかね。切る？うん、切りましょうか。というわけで中間まで、はい、CM をお聞きください。はい、じゃあ切るよ。はい。はい、セッション。読んでこよ。学生たちの学生による毎週土曜日の午後2時から午後3時まで。以上、未来効果ステーションでした。よし、聞いてねー。さあ、なんかやりたいコーナーとかあるかい？本当に。待って、その前にツイキャス。いいんだよ、今。ゴキブリには雪女。極寒冷気でゴキブリをノックダウン。ですが、雪女がいないお宅には、ゴキブリトースジェット！殺虫成分ゼロの極寒冷気だから、キッチン、小さいお子さん、ペットがいるご家庭でも、安心してゴキブリを瞬間トース。ウマキラゴキブリトースジェット！創業50年を超えました。県内唯一新体操用品取扱店。各種スポーツユニフォーム、オリジナル T シャツ、イメージ形にコンさんがお手伝いします。937-2007 中央パークアベニュー入り口 BC スポーツ店。木材のことならワウケ材木店。木材販売、新築、住宅リフォーム、店舗改装、木材のプロが真心を込めてあなたの思いを形にします。お問い合わせは937-1215ワウケ材木店。6月20日リニューアルオープン。来店者全員に素敵な特典をご用意。抽選会でバーベキューグッズプレゼント、さらに iPad がもらえるキャンペーン開催中。詳しくは店頭スタッフまで。はい、未来効果ステーション中間始まりました。まきちゃんのセリフを奪いました。はい、はい、もう時間見てなくてさ、すっかり忘れてさ、うん、危険だねそれ。いやね、曲探してたんだけどさ、うん、BGM、うん、なかなか見つからなかったのよ、うん、できなんか耳元でサラ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 聞こえるね。気のせいかな。あー、ずっとサラサラ言ってんのね。これ結構流してんの。あー、じゃあどうしましょうか。ツイキャス復活したよ。おー、ツイキャスが今復活したみたいなので、じゃあワンコもう一回メールアドお願いしてもいいかな。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、お願いします。761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。はい、はい、お願いします。どん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 送って。どんどんネタをください。おネタネタをください。そしてね、今度は私の携帯の方がフリーズしたよ。なんだと？なんか電波障害かな。ちょうどこの今自分が座ってる位置からツイキャスの画面って見えないのね。はい、それを見るために自分の携帯からツイキャス見ようとするんだけど、そこで今度はフリーズがかった。お疲れ様です。今再起動してます。ひどいやん、もうそれな。トラブル続きだ。ね、波乱万丈というかなんというか。さあ、トラブル続きもなんですが、はい、今年度、まあ、新しく年度が始まるわけですが、はい、先ほどまきちゃんが言ってた新コーナーの話、皆さん提案はありますか？ありますか？なさそうですね。なさそうですね。あ、ないんだ。ないのか。ないのか。うん、でも寸劇って他のところがやってくれてるんだっけ？話に出てたけど。それ先輩方じゃね。先輩方か。どうする？先輩方の意思を引き継ぐの？この中に2名演劇でしょ？うんうん、うん、基本的に裏方が合いそうな2人、うん、あ、裏方、黒子さんか。で、ワンコが台本だね、うん、あ、ワンコが台本か、うん、ちっちゃい台本とかね。じゃあちっちゃい、ワンコに台本書いてきてもらう？厳しいか。何の？要点だけだったら大丈夫じゃない？要点、いや、そうじゃなくて、その寸劇とかやるときに。あ、ネットから探すの面倒っしょ。人数合わせたりとかさ、性別合わせたりとかさ。まあな。これあげる。あ、ありがとう。毎週台本作って俺眠れないじゃん。また徹夜続きの夜が続く。
確かにそれは厳しいかもしれない。あーやめて本当にやめてせめて寝てくださいもう。そう学校は大切だよ。6月頃寝ないで学校行った。おー、で死んでたよ。死ぬのはやめよう。また探求してた。生きるんだ。そういやなんかそんなこともあったな。マジか。夜中に LINE 来て眠れるに眠れなかった、うん、あらあできた。なんとか。あフリーズが回復しました。やったね。おーおおお、パチパチパチ。動いてる動いてる。もういい。うん大丈夫ありがとう。閲覧してるの2人だよ、うん、だって俺やってんの。こっちの2人ラジオをやってるメンバーのツイキャス見てるっていう。それね。一人増えた。あ、一人増えた。で私は消した。ツイキャスがね復活したね。うん、うん、話がずれたけど何かやりたいことない？何回目かなこの質問。そうだね。うん、うん、こんな、うん、じゃあとりあえず好きなもの、好きなものやりたいことというより好きなことがいいのかな。がいいんじゃないかな。やっぱさあやりたいことを答えるんだしろ。カラオケ。カラオケ。カラオケ。えこの後行く？行く。俺一旦金取りに戻るよ。じゃあお金買わない。うち買う。うん、親の許可が下りれば行けるよ。待ってその後私に部活。いや部活。ああどうしよう。そして BGM が流れないね。マキさんねえんだよ。探してるとかねえんだよ。いや探さなくて適当にパッってやればいいんじゃないかな。あれでいいんだよ。桜前線異常なしとかでいいんだよ。あーあれでいいの、うん、いいんだよ。まだまだ桜シーズンなんだから、うん、桜のシーズンなの、うん、沖縄じゃ夏だよもう。大丈夫大丈夫。だって沖縄は論外。論外だから。だって4月待たずして 3月2月ぐらいにはもう咲いてるでしょ。マジで咲き始めるでしょ。知らん知らん。知らない。だって今4月でしょ。4月。先月にはもう散ってるじゃん。シュワー。咲き始めは結構早かったもんよ。一番桜が、うん、もう別の花も咲いてるしね、うん、ねーねー、ね、パーカーベニューにも花が咲いてるよ ねピンク色っぽい花がね。うん。ああ。いやにしても今日は暑いな。うんじりじりですね。昨日も暑かったよ。あれだよね、紫外線が強いんだよね。いや肌が痛い。なんかここ数年の間ずっと外で遊ぶってことはなかなかないからさ、日が痛いんだ。太陽が肌が異様に白くなっちゃった。慣れろ慣れろ。私遊んでたよ。マジか。ツイキャスからコメントが来ています、はい、おコメントなのかな。熊谷大輔さんかな、はい、お茶、お茶だそうです。お茶、あれか、お茶か、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。お茶ですか。お腹すいたって白が小さい声で言っちゃうよ。こっちのツイキャス、こっちのツイキャス何のコメントも来てねえ、うん、こっちも来てないな。そっちでしか見れないのか。結局意味ねえ。わーお、うん、まあ、でどうしよう。何がしたい。何したい。俺ただ 話振っただけよ。いやそうなんだけどさ、それを求める。求めるっていうか質問は質問で返そうよ。質問質問で返していいの。質問は質問で返すよ。普通質問されたら答えで返すもんだけどな。質問されたら答えプラスアルファで謎を出していく。謎を出すの。さらに謎増やす気か。謎を増やすのさ。謎出すのか。お腹すいた。シロがさっきから小さい声でお腹空いたって言ってるんですよね。あーあれだね、何か食べ物に関するものでも調べてみようか。こうやって余計にシロのお腹を満腹にするためという面目でね。メステロか。うん、メステロだ。メステロ。メステロ。メステロ。うん、メステロ。トラなの。トラ。メステロ。いやだ、トラは食べきれない。うん、本当にメステロって書いてある。さあメステロで検索をかけてみました、うん、マックさん。あー美味しそう。もうここからはツイキャスの方にもちょっと通じない世界になってくるんですけど。気になる人はメステロで画像検索をしてください。めっちゃ唐揚げ美味しそう。
唐揚げが食べたいお年頃。なんでオムライスにうどんって書いてあるの？オムライスにうどんと書く。ケチャップですか？ケチャップでうどんって書いてある。で大丈夫大丈夫、まだましまだまし、反応神経を書かれた人がいるから。文字も入れたりだけど、黄色い文字でビーフシチューって書いてあるんだよね。あれちょっと待って、うん、え、オムライスじゃないの？あれ、オムライスにケチャップでうどんって書いて、その下に文字でビーフシチュー。おかしい、何一つ合ってない。おかしい。いやあれだよ、オムライスはあの存在で表明してるんだよ、なんかすごくねこれ、人の顔、あーなんかすごい。でも詳しくはメシトロで検索検索、はい、カチカチ、あー全部美味しそう。美味しそうなのたくさん、白が美味しそうな画像を見てるところで、はい、あなたは何をしてるんでしょうか、マキさん。マキちゃん、あちょっとあの自分の LINE 名を、あこんな時に変えるのか、こんな時にです。あ、違う違う、変えないよ変えないよ。え、あんね、ちょっと診断メーカーを。あー、あーなるほど。そうか、マキちゃんのとこ今診断メーカーがついてんだよね。いや、やってんの。やってんのよ。自分のところからパソコン2台あるんだけど、これ両方見えてないんだよね。画面がどっちも見えないっていう。パソコンずらしたらいいのかな。うん、ずらしたらずらしたでそっちが見えなくてなんかいいよ。私はリスナーっていうか、聞く側として頑張って話を回す。さあ、中間もあと12分を切りましたね。あ、あったあった。どうしましょうか。美味しそう。なんか横でお腹が空いてしまいそうな話をしてるんですけど。なんかキャラ弁みたいな感じで木工ボンドのあれがある。木工ボンド？ちょっと見てみたら。え、ボンド？ボンドの絵が描かれている。絵というか、あーなるほど、キャラ弁で木工ボンドを作ったんですね。なんだと。協力しちゃっちゃキャラじゃないね、もはや。もうキャラだね、物弁だね、物弁だ。あれかな、あれなんかすごい弁当箱の中身で弁当箱を作るみたいな、あれかな。そんな感じだ。ひどいね、そういう感じ。それはそれでひどいね、なんか。あーやばい。さあ、まきちゃん、診断メーカーの結果出ました？まだ打ち続けてる。なんですまだですか。俺のだってライン名長えもん。あなたが長くするからでしょう。あなたの短縮して短くして縮込めればいいんだよ。それだと A 数字しか残らない。あ、出た出た。あ、出た？おーい。はい。ね、これ名前は晒さない方がいいかな。うん、晒さない方がいいと思うね。そうか、服は T シャツプラスジーンズで、じとめで金髪のセミロングのサイドポニープラス丁寧極調でマフラーで腹黒の感じ。え、女？女？うん、女？女？うん、二次元女体化してやった。うわいや、久々に。マキちゃん男だよね。いや、久々にやろうと思ってさ。うん。で、銀髪って。銀髪なのね。うん、銀髪のとこからずれ始めたね。T シャツまで当たったのに。そしてメガネの要素がなかった。メガネ大丈夫、本体だから。本体だから。本体のことか。本体だから強制不要だよ。いいのか。いいのだよ。さあ、中間は終わるまで残り11秒。11秒。11分11秒を過ぎました。やばい、噛みまくってる。噛んでるけど大丈夫だ、うん、大丈夫じゃないね。うん、シロ大丈夫だよ。私も噛んだよ、どうしよう。ね、とりあえず話を続かないとね、うん、放送事故になっちゃうからね。そうだね。とりあえずワンコの勝手にやろう。うん、やっちゃえ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 。あのね、もうあのこれどっちでやろうかな。うん、よし、とりあえずカタカナでやってみよう。ワンコ、そう、ワンコ、おお、あ、お、なんかおかしい。え、どうした？服は浴衣プラスバスタオルで、ちとめで銀髪のセミロングの縦ロールプラス標準語でもみあげロングで冷徹な感じ。何それ、どういうこと？混ざってね。めっちゃ混ざってるけど結構混ざってるね。あー、どうしよう、かけるかな。ここまで来るとさ、ネタがなくなってくるから落書きしたくなってくるんだよね。いいんじゃない、いいんじゃない、落書きしちゃえ。なんか、今のワンコのやつもう一回読み上げてもらえる？え、マジで？ワンコのやるの？やるんです。ワンコの銀髪とか色はできないけどさ、うん、はい、なんとなくで、パッパッパッ、桜、何、どっから言えばいいの？ね、ちょっと待ってね、紙を今用意してる。あ、やばい。はい、いいよ。ああ、右の鼻の穴なんかムズムズした。
浴衣だったよね。浴衣とバスタオル。なしてバスタオル。わからん。趣味じゃない。趣味なのか。趣味か。趣味か。趣味なのか。バスタオル。バスタオル色つけていいから。いいんじゃね。白黒だから黒になっちゃうんだけどね。そして桜前線が消えてく。消えた。で、バスタオルでどうなったの？バスタオルでどうなった？浴衣とバスタオルで、うん、地止め。地止めのセミロングの縦ロール。セミロングってどの辺だっけ？知らねえよ。俺に聞くなよ。じゃあ白。え、セミロングどれぐらいだっけ、髪の長さ。セミロング、うちくらいだと思う。君くらい。鎖骨より下かぐらい。いや、鎖骨下だね。そうだね、鎖骨下の縦ロール。縦ロール、縦ロールかけない、うん、いや、そこはもう適当でいいと思うよ。もう適当に書いてるよ、もう仕方ないから。はいはい。書いたよ。もみあげロングで冷徹な感じ。地止めで冷徹ってどうやって表現するんだろうね。冷徹性格がってことかな。うわ、ひでえ。地と。もう俺やな、もうニコ動のとある動画見ちゃってな。映るかな。映る。こういう感じ。地と。地と。になるのかな。なるんじゃないかな。でも縦ロールかどうかわかんないからやだ。縦ロールって言われるとさ、間の巻きが出てくるんだよね。やめろやめろ、あんな中学3年生見たくない。あれ中3だっけあの人。わかんねえ、自分あれ1話も見たことないんだよ。最終話の一つ前しか見たことないんだよ。なんでや。わかんねえ、アニマックス見ててそれしか見れなかった、夜中だから。普通に PC で見てたわ。マジか。アニメすら見てないよ。ツイキャスの閲覧してる人がすごいんだけど。あら、一人。一人。それって私のことではないですか？確認のためだからもうゼロでいいんじゃないこれ。一人増えた。増えた。わーい。さて、さてさてさて。さてどうしよう。どうしましょう。どうしようか。うん。なんか他に診断でやりたいのある？何があるの？何がある？いろいろあるよ。読み上げて。マジで。うん、同じテーマの診断でもいいならいいよ。いいんじゃない。いいんじゃない。いいんじゃない。女体化させられました。はい、二次元で女体化。はい、もし女体化したら困らないようにここで容姿を知っておこうか、などなど。全部同じだね。だから言ったじゃん。適当に一つ選んでやってみたら。オッケー、じゃあちょっと違うやつを選んでみるよ。お、うん、ちょっと待ってよ。はいはい。じゃあまきちゃんが今検索しているので、その間話をつなごうと思いますね。はい、白。さっきからお腹がグーグーなってる。お腹。白のお腹にマイク当ててお腹の音を流そうか。やだ。誰だって。新しい種類のラジオだな。うん、白のお腹の音をひたすらグー。何の耐久だよ。やだよ。これって最悪の飯テロだよね。それだ。最高の飯テロは現物にあるけど、最悪の飯テロって腹の音聞かせるの。やだ。くるるる。2時だからね、皆さんもご飯は食べちゃってるのかな。私まだ食ってない。とりあえず朝飯に、うん、豚骨ラーメンかっこインスタント食って、うん、ちょっと寝て起きたら1時になってた。うん、まきちゃん、その前に君は最初に何時に起きたのかな。10時ぐらい。その時点で二度寝したらアウトだよね。いやこれね、一回起きたのね、うん、悲惨なことだったのよ。どうした。なんかね、猫が、うちの猫の抹茶くんがね入ってきてね、うん、なんか俺のところで掘り、なんか掘ってるよ。タクシーがするわけよ。掘るの。掘るんだ。でこれはまだいいわけよ、うん、で一回出して、眠いからもうちょい寝ようってね、5分くらい寝てたわけさ、うん、起きて、うん、メガネメガネって探してる時に、なんか茶色い物体が2つ落ちてるのね。、うん、
これはまさかと思い、はい、あのとりあえず踏んでないちょっと内側に折りたたまれてるところの布団をめくりまして、はい、ありましたよ。それ最悪な事態ですね。最悪な事態だろ、畳直だぜ。やだみたいな。もうね、うん、怖くなって風呂入った。しょうがないよ、うん、誰だって起きた時に目の前にあれがあったらね、もうね、うん、怖いよ、うん、怖いわ怖いわ。さあ怖い話をしたことでマキちゃんがまたパタパタと言い始めましたが、俺パタパタ言ってないよ。パタパタ、え、言ってるじゃんか君、あの無言でねパタパタしてんだよね、指先がパタ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 カタカタ鳴ってるけどパタパタしてないよ俺。でもカタカタって感じの音じゃないじゃん、キーボード打つ時の音って。カチャカチャじゃないの。カチャカチャじゃなくてパタパタって感じじゃない。そう、パタパタってなんか空に飛んでいきそうな音。飛ぶの。飛ぶ飛んじゃ嫌だ、飛びたくない。高所恐怖症だから飛びたくない。私落ちたくない。そっちか、飛んでもいいんだ別に。飛ぶのは構わないけど、じゃあパラシュート背負っていこう。いやだから落ちるのが嫌なの。なんでパラシュート背負ってたら落ちても大丈夫。落下恐怖症。高所恐怖症、要は高所にいたとしても、うん、落ちる恐怖で嫌なの、うん、不安定なのが嫌なの私は。高所恐怖症じゃねえ。いやだって水も嫌いだよ、うち泳げないし。うん、今度泳ぐ。いやだいやだ。あのだから旗目で見てるだけじゃん。今度は海行こうか。じゃあ誰かと海水浴行っても砂場の方で砂の山作って遊ぶか。あの引きずり込むよって。とりあえずあの羽交い締めにして放り込む。やめて。割り込もうか。やめて。溺れてしまう。大丈夫。溺れます。大丈夫。私膝までのあの深さの水のところで溺れそうになったことあるからね、本当に。冗談できない。じゃなくて、小6ぐらいだったかなあれは。海とか行っても保護者みたいなことしないな。しかしないな俺。ああ俺普通に遊んでるわ。影で涼んでて普通にプカーって泳いでるよ。前回行った時はね、マキちゃん一緒だったんだけどね、友達他もメンバーも一緒にさ、うん、俺くらいしか海にいなかったね、うんうん、ひどくね、みんな俺のクッキー目当てで来たみたいになってるんだよ。そう、うちがクッキーさ、だいたい食べちゃってね、みんなでワイチャイしてたね、うん、クッキーください。ね、今度みんな、うっさんの、うっさんじゃないや、ごめんね、マキちゃんの、マキちゃんのね、クッキーを目当てにね。まあまあ、俺のあのライン麺の中に U は入ってるけどさ、うん、一応、うん、ね。でもってさ、ちょっと診断メーカーで面白いなったから、うんはい、やってみたのよ。カムスになったら、はい、あなたはこんな感じっていう、はいはい、揚陸艦耐久が148、火力が247。ねえ、それって高いの低いのどっち。耐久が148、だいたい150あるとね、うん、だいたい戦艦並み耐久力。あ、うん、じゃあ強いんだね。ようやく死ににくい。死ににくい。火力高い。高いのか。で、雷槽が、雷槽がね、108、魚雷とか当たりやすいかもしれない。うわ、回避79、対空60、速力低速、要は硬くて強くて遅い。遅いのか。運が12。痛いな。当たらない、うん、そもそも当たらない。運が12の時点で当たらない。さあ、残り1分を切りました。中間未来国家ステーションです。ね、はい。なんかもうあんたらの、あんたらのテンションが眠くなってきてる。いや私はね、多分朝からずっと眠いからこうなってるだけだと思うんだけど、うん、多分一番の原因は昨日のカラオケかな。疲れたと。シャウト しすぎた可能性が。あの1時からフリーで入ったのね。ああ、うん、いいな。だから5時、あ、6時ぐらい前入ったわけ。うん、久しぶりになんか曲が歌えたよ、回ってきたよ。どういうことだい。どういうことだい。いや4人で行ったから、いつも6人とかで行くからさ、うん、あ回ってこないんだ。なんかごめんね。というわけで CM です。はい、はい、から眺める夕日で優雅なひとときをあなたに。那覇港発着ボビービッグ号に乗って素敵なディナークルーズに出かけてみませんか。いいんだよ。本格ディナーとライブ演奏も楽しめます。だから1年2年ぐらいに1回ぐらい。大切な人とちょっと贅沢を、ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します。866-0489ウエストマリン。6月20日リニューアルオープン。
来店者全員に素敵な特典をご用意。抽選会でバーベキューグッズプレゼント、さらに iPad がもらえるキャンペーン開催中。詳しくは店頭スタッフまで。 982-2136 ソフトバンク中野町店。コルネと言ったらピーピー、コルネと言ったらピーピー、コルネと言ったらピーピー。なんか美味しいのコルネって何？スイーツのことだよ。デージ美味しいよ。沖国近くコルネとサンドのお店ピッピ。電話893-2132。あー、お腹すいたな。お腹すいたよ。住宅防音のことならインストール沖縄。家帰ったら何食おっかな。門、ケース、カーポート、テラスなどエクステリアならインストール沖縄。お、別にいいよ。あなたの心にあるか分からん。インストール098-92。冗談冗談。1661株式会社インストール沖縄、うん、古くて新しい沖縄食堂サンドイッチシャープ、ポザ A ランチ選手権で右の鼻の穴だけがなんか潤ってきたよ。 1kg アメリカン A ランチにあなたもチャレンジ。その他多彩なメニューであなたの胃袋を取り込みします。運動するとね、毎回くしゃみして鼻水がズルズルするのね。サンドイッチシャープ、なぜない、なぜか。学生たちの学生によるフリーダムな放送、毎週土曜日の午後2時から午後3時まで。ラジオ止まった。以上、未来婚活ステーションでした。それどういうことだい。聞いてねー。それはどういうことだいっていう。5、6人ぐらいまで増えてる。 5人だね、えーちゃん。さっき6人だったけど。さあ始まりましたよ、後半戦。はい、追い込みだよ。追い込みだ。で、あのランナーさん、なんかペン走らせるけど、うん、何書いてんのあなた。あー、さっきのワンコの絵改良してんの、うん、なんか改良されてるよ。なんか見やすくしようかなと思って。大きく、うーん、大きくっていうか、ちょっと角度変えて。ツイキャスからコメント来ています。はい、はい、カレーに醤油さんから、千葉で拝見中。千葉か、お千葉か、千葉かすごいね。ゆきちゃん、神推し、推し、はい、推しさん、これ読み方じゃないかな。うん、はい、ゆきちゃん、神吉さんから、もい、鬼太郎。いや、これ鬼太郎だろ、どう見ても鬼太郎か。しかも、もいって何ですか、もい。もい、もい、もい。ツイキャスでなんか、もいとかなんかよくあるんじゃね。じゃん、どういうこったい。意味は分かんない。もい、もい、もい、もい。じゃあ、ここら辺立たせた方がいいのかな。はい。まあ、あんたどう見てもこれ、髪染めたら鬼太郎だよね。はい、鬼太郎。ツイキャスからコメントが来ています。来てます。その髪型、さよならくんさんから、はい、その髪型おしゃれでやってるの。やってるの、やってんの。いろんな理由あるよ。うん、だよね。うん、だよね。だよね。髪で顔隠してたら嫌いな親と一緒に見られないみたいな似てるねって言われなくなるからとか。あー、それはね、学校の変な不思議だよね。だよね。4分の1だけ顔出してたらなんとか認められる顔半分隠しても、隠してたらなんか言われるけど、うん、4分の1だけ出したら何もやれない。なんで何も言われないんだ。言ってくるの1人しかいないよ。あー、で、あー、あの方か。ツイキャスからコメント来ています。はい、ゆきちゃん、亀押しさんから、鬼太郎ファン。そうじゃないよね。そうじゃないよね。鬼太郎見ていません。そういう理由じゃないよね。あの、稀に左目が出てくることもあるけど、ね、うん、たまに変えてる。たまに変えてるよね。変えないと痛いんでしょ。痛い。うん、最近右目は慣れた。慣れたんですか。左目は慣れない。あんまり無理すんなよ。無理は禁物ですよ。そうですね。家帰ったら目かすんでるよ。あ、カスカスになるのあかんわ、それ。かすれたり、ぼやけたり、痛みが生じたり。あ、そろそろ眼鏡つけた方がいいんじゃない。で、視力は悪くないんだよ。伊達でもいいからさ、レンズ突っ込んで。レンズ突っ込め。適当にガラス瓶の蓋でもいいから突っ込んで。突っ込んじゃえ。右目を守るために眼帯するか、お前。顔見えねえじゃん。見えない。あ、まあ確かに。はいはい、おー、ねえ、さっきね、そのワンコの女体化メーカーやっててこんなことになったね。縦ロールで、金髪で、セミロングで、地留めのもみあげがすごいお姉さん、浴衣。お姉さんつうか少女だよね、もうね。うん、これで身長もあったらもう分かりやすいんだけど。うん、ないから身長はね、もう大体じゃない。そのままワンコの身長ぐらいでいいんじゃない。160。まあ160だったらそんな女の子いるよね。うん、いそう、うん、実際に自分の友達が160だから。
ね、いいよね、160欲しいよね、身長。170ありますが何か、ね、あぁその身長削ってよこせ。あぁ、これでも俺は結構膝が悪いんだ。あ、膝よくぶつけてるからな、お前は。わかるか、高身長のやつ基本的に膝悪いぞ。なんだと。あぁ、重さでね、グルコサミンがやられるんだよね。グルコサミン、グルもう軟骨が軟骨。あ、なんか診断メーカー、はい、俺の名前後半あの前半消したら綺麗に消えた。おい、うん、うん、いやね、アルファベットだけ残った、うん、はい、あースーって流してバックスペースを、あ、デリートをして消したんだけど、うん、アンノーンだけ綺麗に残ったっていう。あらーわあ、アンノーン、アンノーンだよ、ちょっと長くなるよ。アンノーン、アンノーン、アンノーンじゃねえよ。いいよ、じゃあもうあの白で勝手にやるからね。いいよ白、はい、白女だよね。大丈夫、白女だよ、大丈夫。女体化があるってことは団体化があるってことだ。わーい、はーい、わーい、私男かけないよ。大丈夫だよ。じゃあ俺が書くよ。書く、服、執事服、うん、え、そんな、しょっぱなからそれ、しょっぱなからそれでした。垂れ目、金髪のスポーツ狩り、スポーツ狩りは嫌だ、知的メガネ、弟属性な感じ。な、待って、なんで スポーツ狩りで弟属性ってどういうことやね。そしてツイキャスでコメントが来ております。はい、長女です。はいですね、珍しいメンツやね、かっこ笑い、かっこ笑いじゃないよ、長女、長女。お前誘拐先から何してきてるんだい。そうだよ、誘拐されたんだろ、誘拐されたんだろ。ああ、長女の姉さんに誘拐されてね、長女ね、身内に、身内に拉致られてどっか行ったんじゃねえのか、おめえ。あ、ついにまた久々のヤッホーだということです。ヤッホーか、ヤッハローだね、俺は。まあ久しぶりに長女がツイキャスでも参加してくれたという感じでね。そうだね、でももうすぐ終わっちゃうんだけどね。そうだね、後半戦だから。うん、そしてね、執事服ってどんなんだっけ、はい、書いてんだね、結局、うん、書いてるよ、書いてる。もういいわ、蝶ネクタイ、うん、あのとりあえずラナさんでもやってみるよ。え、やんの遅い、もうやった、すごいね。はい。これ、うん、服はコックの服、ん、釣り目、うん、黒髪のセミロング、マフラーでド S、 ん、最後は違うぞ、最後は違うぞ。え、ド M なの、ド M なの、ド M でもないけどさ。あ、違うのか。いや、まあド S だったらね。でもどっちかというとそっち寄りだと思うよ。どっち寄りだよ、どっち寄り。うん、そっち寄り、どっちだよ、さあどっちだろう、どっちだろう。なんか瞑想してきたのでこれはちょっと出せませんね、ごめんなさい。瞑想しちゃった、瞑想しちゃった。うん、さあ、はい、まあ、診断メーカーとかいろいろやって話をつないできたものなんですけど、あと13分ですね。はい、まあ、新学期が始まるね。長女からコメント来ています。はい、やばい、全員からクレームが。そりゃてめえが参加しねえからだろう。そうだよ、参加しろよ。あなたぐらいですよね、こないの、こないの。電話かけてやったら、電話かけて、 BGM 消えるけど。あ、だ、それはダメ。あのね、ビータさんにあなた何求めてるの。これに連絡先なんか突っ込んだらもはや携帯いらないと思う。もういらないよね。はい、ツイキャスで長女からコメント来ています。はい、そして何してるの、何してるんだろう、何もしてないよ、診断メーカーで遊んでる、うん、そういう感じだよ、遊んでるだけ。OK、 じゃあ長女で団体化してやろう。よし、それはその方で、今とあえて変わんなくね、キラキラ、変わんないな、変わんないの。いや、今でも結構男勝りな人ですから。あ、そうか、ね、ただし夏になったらスカートを履くもよ。あー、はい、暑くなるからね。ツイキャスで長女からコメント来ています、はい、診断メーカー、診断メーカーよ。何を吹き出した、どうした。とね、長女を二次元団体化したら、はい、服は勇者の服。ノーマルな目で、はい、これ何髪かな、うん、なん、何て書いてある。いや、なんか大々かな、奇変に昇るって書いてある。うん、大々、うん、大々、大々髪のセミロングで細マッチョでバカっぽい感じ。混ざってね、いろいろ。なんか混ざってるけど、変わりないのが勇者っていうことだよね。彼女は勇者である。
はい、ツイキャスで長女からコメント来ています、うん、はいはい、ふわっふわっそれと父よ、変わらないってどういうこったい。変わらない、変わらないよね変わらないよね、うん、長女は長女だ、長女は長女なんだ、長女くんですから性別わかんなくなるから性別がね両生類でいいんじゃない それどっちの意味でえ、声か性別か、性別おお。さあ、いいのがあったわ。うん、どうしたの白。とりあえずまああの白でやってみよう。はいはい、うん、さあ何が、お、はい、よかったね。どうした、白が似ているカンムスは駆逐艦しぐれです。わーいようやく成長させると犬になる。やだー。犬？犬？うん。M？なんかね、犬っぽくなる。犬？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 なんか柴犬かそこらみたいになるんじゃないかな。やだ。夕立ちも犬っぽくなるし。犬？ワン。ファ。ファ。ファ。あ、ランナさんでやったの間違いだったかな。やめてた方がいいと思うよ、私の色々、ラナさんが似ているカンムスは駆逐艦響きです。知らないよ。唯一あの、知らないから、唯一ね、あの日本からロシアに行っちゃったっていう、うん、すごいよ。あの姉妹艦の姉妹艦4隻いるんだけどさ、うん、そのうちの3隻が、うん、なんと目の前で沈みまして、ええ唯一響きだけ生き残りました。うわー、悲劇。なんか嫌。ツイキャスからコメントを来ています。はい、長女から、はい、なんだろう、反応に困るコメントやめてかっこ笑いと、両生類ってひどくね。両生類じゃないの。あの犬に見えなかった。陸でも水中でも生きれるってあれだろう。あー、いいよね、でも水陸両用あれ便利だよね、赤いみたいな。そうそう、赤い。また懐かしいね。懐かしい。え、赤かわいいじゃん。あー、赤いより俺グフがいいな。うん、え、ザクじゃない。あー、ザク2はいいよ、ザク2。普通にザクだよ。うん、いいよ、ザク2。あの連邦のモビルスーツよりもあの武骨なフォルムのザクの方が結構人気。パイプがついてんだよね。ワンコに例えやったんだけど、うん、あんた強いね。どうした、強いっつうかいい方引いたね。ワンコが似ているカンムスは航空巡洋艦熊の海です。1ランク進化しました。1ランク進化した。進化よかったね。あ、まあ、長女でもやってみよう。さあ、長女からコメントが来ております。いつもだね。はい、水陸両用話飛んだ。よかったね、カエルさん。よかったね。あ、違うか。はい、またツイキャスからコメント来ています。はい、ゆくちゃん神推しさんから、黒田始まるよ。どういうことだよ。黒田どういうことだ。黒田、黒田ってなんじゃ。黒田ってなんじゃ。勘弁。調べてみるか。黒田、黒田。そしてね、はい、ザクを書いてみた。ザクが見えるかな。あ、なんか若干違う。若干違う。うん、なんか若干違う。ザーク。はい、で長女でカンムズに例えたら駆逐艦初春だそうで、うん、そして微妙にザークが映ってない気がする。とね、あ、映った。黒田って野球選手だった。あ、そっち。なんだそっちか。なら知らね。知らね。あ、なんだろ う、俺も自分の名前こうライン名で打つのめんどくさくなってきたな。短くしろよ。短くしようよ。短くしなさいよ。めんどいからマキリーや。私も結構短くしてるよ。わお。おん、いやね、マキリーの場合似ているカンムスが駆逐艦ユーグモ。誰だっけ、誰だっけ。あ、マジか、ユーグモか。はい、うん、だんだん本格的な話になってきたね。長女がコメントを。長女がコメントしてます。何それ、何それ、何それさ、何それさ。逆に聞きたい、どれさそれ。どれのことだ。どれさ、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 どれさ。え、割と勝ちでどれだい。どれさ、どれさ、長女、誰だい。コメントをしてくれ。コメント
なんだそのあのスネーク応答してくれスネークみたいなノリは。いやそのネタを私知らないんだけど。あ、はい、長女から、はいはい、カンムスとやら。お前カンコレは知ってるだろ。お前艦隊コレクションの楽な略ですね。カンコレ知ってるだろ、まあ、よくは知りません私も、うん、初春ってあれだろ。であれだよもうあのなんだろう昔の貴族的な、ん、わらわ口調だからねあの人。そしてね長女がコメントは、したわ応答したわ母よ、応答音したらしいよ、ね、音したね、ありがとう。なんだろう、あの音したは母よのこの一文見るんだけどさ、この和の部分さ、はいはい、どっちで捉えればいいんだろう、うん、ああさあどっちでもいいんじゃないか。どっちでもいいと思うよ。はい、長女からコメント来ています。はい、カンコレなんぞ興味ない長女らしい、そして今気づいた長女らしいね。そして今気づいたこと言っていい、うん、このあのカッコ長女の前の長女25ってあるんだけどさ、うん、これ ZYO ってやられてるんだけど、うん、JO の方がなんかしっくりくるの俺だけ。ああ、そっちの方が早く打てるよね。ね、そっちの方が多分長女の打ち方がそれなんじゃない、うん、マジか、うん、そうじゃん、なんか見た目的な問題とか。見た目的、見た目か、どういうこと、的なノリちょっと、うん、じゃあそしてですね、はい、はい、本日の未来効果ステーション残り5分となりました。わー、そうですね、5分になりましたね、うん、早いのか遅いのかよくわからんな。早いよね、結構ね、コーナー決めれなかったね、うん、というわけで、うん、長女さん、なんかやりたいコーナー、てかやってほしいコーナーあるかい、あるかい、あるかいと、返答を待ってる間に4分ね、みんなの感想というより今年度の抱負何したいとかある、これ何回目だろう。何回目だ、ね、多分通算3回目だと思うよ。はい、ね、長女からコメント来てます、はい、うるさい、俺はこの打ち方だ、うん、知ってるよ、知ってる、うん、知ってるよ、知っとるわい、知っとるからもう追求しねえよ。そしてね、このラジオでね何かしたいっていうね、うん、ことがあれば皆さん、うん、ツイキャスとかなんかでコメントしてくれれば嬉しいんですけどね。うん、うん、どうしよう。はいはいはい、まきちゃんが止まってしまうとみんな止まるんですよ。そうだよ、え、俺さっきからほとんど黙ってないか。え、追加その画面か変な感じになってる。どういうことだ、どういうことだ。なんか黒い線が上に行ったり、うにょ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 うってなってる。どういうことだ。うにょうにょうたまにあるよね、あれだな、学校でも、学校でもあったね、うにょうにょう、なんか荒ぶってる、荒ぶってるぞって言ってるよ。画面が荒ぶっている。隣の人と一緒に荒ぶってる、ほら見て荒ぶってるよっていう。波打ってる、これ酔うよねっていう話、うん、ずっと見てたよね、うん、残り3分、3分です、3分か、はい、うん、感想言ってっか、感想言っとく、うん、行こうか。じゃあ今回はワンコから、うん、今日も楽しかったです。はいはい、一言や、はい、え、一言や。まあ、エンディングに入りましたね、はい、うん、ワンコが楽しかったですという一言でしたが、はい、はい、では、シロ、はい、ね、うん、楽しかったよ。お前もそれだけか。今度、今度来るときね、コーナーとかそういう系決めよっか、本当にね、何やるとか決めたいね、ね、決めないとやばいね、それ、もうちょっと込みで、うん、うん、じゃあうちが言おうかな次、はい、今まきちゃんなんか調べてるし、うん、で、うん、楽しいね、楽しいんだけどネタがないね、うん、ネタがないからね、うん、やっぱりシロが言ったみたいになんかさ変えてきた方がいいね、台本とか、ね、なんかネタ、今週のネタみたいな、こんなことがあったよみたいなね、なんか、うん、うん、学校とかで、うん、そうだね。そして、ツイキャスにコメントが来てるみたいですね、はい、長女さんからね、ファッ、いきなり言われても思いつくわけないだろうが、いつものことだよね。いつものことだ、はい、イブニングアビニューさんより、先週は話すネタがないって途方に暮れていたミラステメンバーだけど、今週はもう話が盛り上がってるね、盛り上がってますか、盛り上がってるのかな、まあテンション高いだけだけど、テンション、ね、多分、うん、あとはアクシデントが起きたことである意味話のネタになったのかな、多分、はい、そうだね、長女さんより唐突に振るのやめろ断る。よし、断る、はい、
はい、とりあえずランナさんなんか、あ、私行ったよ、行った行った行った、そうだね、というわけでマキちゃんだね、マキちゃん、お腹すいたお腹すいたよね、そうでしたね、結構ね、今回もね、楽しかった、うん、お疲れ、お疲れ、お疲れ、そしてね、疲れた、お疲れ、これからだよ、2年生は、なんか表情筋が疲れた、うちら2年生になるからね、これから課題も増えるしね、ねえ、夏休みが来るまでゆっくりできないよ、やだー、あ、違う、夏休みが来たらゆっくりできない、ない、あ、そっか、はい、教授からコメント来ています、断るな、だが断る、断るんだ、断りやがった、あー、そんなグダグダな未来工学ステーションですが、来年度も続けるんだよね、続ける予定だよ、ね、これでね、人がもう少し増えてくれればね、うん、ちょこちょこゲスト呼んだりとかも考えていこうか、そうだね、おいよ、そこら辺は任せた、うん、もう暮らしね、このえ任されたあれ、はい、いや、私ただ単に進行役してるだけなんだけどな、長女からコメント来ています、バルスやめろあの、長女いていい、それ二人いないと無理だから姉貴さんとやるのかい、長女の姉さんと一緒にかバールス、まあまあ、今回の放送はここまでにして、今回の未来効果ステーションは私マキとワンコとシロとラナでした、はい、はい、はい、また来週も聞いてください、お願いします、はい、バイバーイ、ニャッホホーイ。